はい、どうも、土足中ドレンのつくもです。というところで、次のステラ、パート27、続くからやっていきたいと思います。デリラは俺たちの世話係を命じられたようだった。日に二度、デリラは食事を運んできてくれた。ひどく、貧しい食事だった。量も少ない。腐った干し肉のようなものが出ればまだまして、雑草を疑われるものが味付けもなく炒められて出てきた。パンやビスケット、スープといったマシな食品は全くもてなされなかった。こんな食事で体調を崩したら死にかねん。水は最高まで日光消毒して飲んだ。しないよりはマシだ。常に俺かフィディアのどっちかがその最高まから外を観察するようにした。俺から奪った装備は、端末もコートも機能しないはずだ。連中がシステムに侵入してロックを解除すれば別だが、今のところ管理者権限が俺から移動したという通知は来ていない。起動すらされていない。連中が運び屋だったとしても、能力は低いと言わざるを得ない。男たちはたまにやってきては、俺を尋問した。地図を持ってきて、しつこく何かを聞いた。俺たちの装備を持ってきて説明を求めた。ほとんどの尋問で無意味に殴打された。暴力を楽しんでいるのかと勘ぐったが、むしろ焦っているようだった。捕らえられた当初は気づかなかったが、男たちはひどく憔悴している。怪我人も抱えているようだ。焦りと怯えを土地の熱気が焼き焦がして、暴力的にもなるはずである。最高窓から見える光景を網膜ディスプレイで調べる。端末と連動すればいろいろ解析できるが、単体では通知の送受信と暗視、スコープ程度の基礎機能しかない。コンピューターにおけるモニターだけしかない状態なのだ。とはいえ、あるものでどうにかするしかない。フィリアの証言にあった通り、廃墟を占拠して根城にしている感じだった。正門は丸太や廃材、タイヤを組み合わせて組んだごく原始的なものだ。開閉は人力である。あんなものでも獣くらいは防げるか。男たちは不定期に俺の元にやってきて質問をしては暴行を加えた。言葉は通じなかったが、連中の目的は見えてきた。脱出ルートを探している。危険な土地を出て安全な場所へ。ここに足止めを食らっているということは、来た道は戻れないということだ。機械か獣か蛮族か、よほど恐ろしい目にあったのだ。追い回されてきた。だが俺が示した東部地域があまりにも遠すぎるため、方針を決めかねているのだ。その日も俺は激しい暴力にさらされた。急所は守れているが、すでに蓄積されたダメージは大きく、男たちが去った後もたっぷり1時間は動けなかった。ひどい。まだ血が止まらない。医療ジェルを消費し尽くしたからな。水は？今はいい。お前も休め。少しでも回復させておけ。フィリアも俺ほどではないが、こっぴどく殴られて、俺に対する暴行を止めようとして男たちにしがみつくせる。それで加えられる暴力が減るのかといえば正反対で、興奮した男たちはさらに激しく俺を叩きのめす。もう分かったろ。次からは黙って見てろ。無抵抗なのが一番被害が減るんだ。連中だいぶ焦ってきてるな。そうなの？もう反響欄と言っていいな。俺への尋問もほとんどうさばらしに近くなってやがる。このままだとどうなっちゃうのかな。俺を飼い犬代わりにつないで危険地帯を案内させるとかが有望か。
それで危険な場所を探らせたりとかな。私は？お前も似たような扱いだろうが、まあデリラの手伝いってとこか。人間だったらより悲惨な目にあったろう。こいつがアンドロイドでよかった。絶対逃げなきゃだね。ああ、ここの連中はすでに食料不足で疲弊の極みだ。時期に限界が来る。チャンスがあるとすればその時だ。その時まで俺の体力が持てば。だが、しかしチャンスは翌日に来てくれた。ジュードさん、フィリアさん、お話があります。その日も食事は昆虫と雑草の木の実だった。ここ数日の定番メニュー。普段と違っていたのはデリラの付き添いのならず者が今日はいなかったことだ。喋れたの？はい。まさか学習したのか？いいえ、私はもともと東と西の言葉を話せます。君は東部文明を知っているのか？訪れたことはありませんが、父が東部の生まれでした。お父さん？アンドロイドの父？そんなものがいるはずない。父親だと？私がそう呼んでいただけです。父は人間で、私は機械ですから。アンドロイドを娘として扱っていたらしい。よほど聖教な男だったのか、俺には理解しにくい。連中は話せるとバレて大丈夫なのか？今日は戦える男は皆駆り出されました。今この拠点には怪我人と病人しかいません。戦闘か？狩りです。食料が尽きてしまったので。何を狩る？食べられるものなら何でも。素人ハンティングか。人肉に手を出す一歩手前だな。俺に銃の一丁でもよこせば一人で仕留めてきてやるの。ジュードさん、あなたは本物の運び屋なんですね。運び屋を知っているんだな。君の父親が同業だったか？デリラがうなずく。話というのは？提案があります。お二人を解放する代わりに私をある場所まで連れて行っていただきたいんです。どこだ？ここです。デリラは持参した地図の一点を指した。半島の南端に近い。つまり俺たちと進む方向が同じだ。俺たちの装備はどこに保管されている？取り戻せるのはいくつかだけです。優先順として俺の端末、コート、銃と弾、最悪それだけで構わん。それでしたらどうにかなります。私のやつ。フィリアさんがお持ちだった拳銃は使用者制限がかかっていませんでした。狩りに出た誰かの持ち物になってしまいました。うん、いいよ別に。ただフィリアさんのコートと端末は取り戻せます。倉庫に放り込まれたままですから。柔道受けるんだよね？もちろん受ける。ある場所とやらには何があるんだ？隠すつもりはありません。そこには私の父がいます。こんな奥地にか？はい、私は父の元に戻りたいのです。彼らも命からがら脱出した南に戻ることはないでしょう。南に行けば絶対に安全です。あのデリラさん、それってもっと危険があるってことじゃ？はい、ですが真の運び屋であれば乗り越えられます。父はいつもそう言っていました。何がいる？好戦的な巨大機械が多数活動しているのです。無茶言いやがる。逃げ隠れすることしかできんぞ、そんなの。だが引き受けよう。今か？難しいところですが夜中がいいかもしれません。そう思う根拠は？
男たちは狩りから帰ってくるだろう。今は何人か見張りがいますし、私では彼らを出し抜けません。それに連絡をされれば、狩りに出た者たちもすぐ戻ってきてしまいます。誰もが疲れ果てている夜中の方が成功率は高いのではないかと思いました。見張りといえども怪我人だ。倒すのは簡単だが、仲間を呼ばれるのは極めて面倒だ。連中の装備類、装備を取り戻す段取り、予想されるイレギュラー、デリラからの情報提供を受け、俺たちは脱出計画を立てた。危ういところもある計画だが、今行動しなければ俺の体力が持ちそうになかった。連日の暴行でいよいよ体力が底をつきつつあった。医療ジェルはとうに消費されていた。治癒は遅くなり、発熱が続いている。コンディションは最悪に近いが、これ以上リンチを受け続けていたらチャンスがあっても動けなくなる。そういった判断の上、夜間の脱出という選択をした。ではこちらが合鍵となります。見つからないように。棒切れ程度であればご用意できますが。いや、あんたがもう一度ここを訪れるのは怪しい。脱出するまでは素手でどうにかする。正直ここの連中はそれほど怖くないしな。むしろ出た後の方が問題だ。装備がなければもたれ死ぬ。そっちの方はぜひよろしく頼む。わかりました。依頼を受けてくださりありがとうございます。優雅に一礼し、デリラは出て行った。かなり成長した個体だ。フィリア同様、自我の存在を感じる。父親か。脱出できる。くれぐれも油断するなよ。でも結局あの人たち何だったんだろうね。逃げる途中にでもデリラに聞けばいいさ。夜に備えて仮眠を取るぞ。うん。はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。